非常警報設備予備電池交換作業、先ほど予備電池を交換したんですが、今カバーをですね、取り付けしています。こちらにですね、シール、蓄電池をですね、5年を目安に交換してくださいということで、次回のですね、蓄電池交換期限をですね、記したものを取り付けしています。今から電池試験していきます。今ですね、ブレーカー、オンにしてますので、交流電源と常用電源ですね、受けて起動しています。電池試験ボタンを押すと、交流電源灯が消灯して、電池確認ボタンが点灯すれば、予備電池正常です。電池試験していきます。はい、電池試験、交流電源灯消灯、電池確認灯緑点灯、予備電池正常です。